スノーマンが思い出の場所で初単独、ファンが大興奮したメンバーからの言葉。岩本テル、ここ、東京ドームでデビュー発表をさせていただいて、こんなにも自分たちのファンで埋め尽くすことができる日が来たかと思うとありがたいなって。スノーマン、初、のドームツアー。9年8月に CD デビューを発表した場所に単独ライブとして初めて立ったスノーマン。過去2作に続きミリオンを達成したニューアルバム、I Don't Me を引っ提げた初のドームツアーの演出は、深澤辰哉と阿部亮平を中心にメンバー全員で。ユニット曲以外の衣装はラウールが担当した。阿部、皆さんのことが大好きでたまらなくて、今日まで準備を進めてきました。感謝の思いを込めたステージの1曲目はデビュー曲、DD。9人は20メートルの高さのゴンドラに乗り登場。グランドール、や主演映画、おそ松さんの主題歌、ブラザービート、など、キレのあるダンスパフォーマンスで会場のボルテージを一気に上げていく。